ちらは孤独死でしょうか。孤独死ではなくてですね、こちらいわゆる事件現場になっております。殺人が行われていたかもしれないとか、まあ、そういうことからまず調べ始めます。もう1匹2万4000円とかすごい金額の昆虫がたくさん。部屋の前から異臭がするって私のところに連絡がありましたもんね。どんな思いでお父様のご遺体と過ごしていたのかというところですけれども、その遺体までも話したくないぐらい愛されていた、いわゆる死体遺棄が行われた物件です。ご覧の通り、まあ、いわゆるゴミ屋敷の状態になっております。まあ、こちらもそうなんですけど、すべて人の体液ですねになっております。まあ、この辺りで男性一人の方がお亡くなりになられていて、死後2週間が経過しておりました。まあ、それなりに腐敗が進んでいたということです。こちらは孤独死でしょうか。ですね、実は孤独死ではなくてですね、こちらいわゆる事件現場になっております。いわゆる死体遺棄が行われた物件です。お子さんとお父様でこちらのお部屋でお住まいになられていたということです。30歳前後年が離れていたのですけれども、まあ、お子様がご同居されていたお子様がですね、お父様のご遺体をこちらにずっと放置していたということです。事件になったばかりの現場ですので、まあ、もちろんお子様は死体遺棄罪で逮捕されたんですけれども、まあ、初公判もまだ開かれていない状況です。本人が私にですね、父親が部屋で死んでるっていうふうに言ってきたんですよ。だからそれはちゃんとせなあかんって強く言ったから、それでその後すぐに警察に電話したみたいです。事件の前なんですけどね、たまに借主のお父さんとすれ違ったりしてたんですよ、私。その時になんかこうおしっこの匂いがしたりとか、もう目の焦点も合ってないような感じだったんで、それでその何ヶ月か後でしたかね、その他の住人さんから部屋の前から異臭がするって私のところに連絡がありましたもんで、でお父さん本当に大丈夫ですかって何回か電話したんですよ。それからですね、直接会って、ええ加減ちゃんとお父さんの様子を教えてほしいって言うたら、実は何日か帰っていないって言うんですよ。それで借り主の息子さんが、じゃあ部屋見に行きますってそう言って、戻ってきたら亡くなっとったって、そう言うんですよ。それはもう警察に電話せなあかんやろうっていうことで、で本人が警察に電話したようです。まあ、いわゆるゴミ屋敷ではあるんですけれども、ゴミが散乱しておりません。このように袋に詰められています。まあ、こちらはですね、まあ、警察が行ったものだと思われます。殺人が行われていたかもしれないとか、まあ、そういうことからまず調べ始めます。物的証拠として見つけ出されることも多々あるので。それはこれファブリーズですね。まあ、黒い粉がついているんですけれども、いわゆるこちら鑑識の粉ですね。まあ、指紋を採取する際の粉になるんですけれども、べっとりついています。腐敗していくご遺体が、まあ、やはり刺繍が臭かったということで、ご遺体にですね、振りかけて消臭していたのかと思われます。
こちらのお布団の上でもしかして亡くなられていたのかな。あ、ちょうど玄関先ですのでね、まあ、もしかしたらお父様こちらのお布団でいつも就寝されていた可能性があります。どんな思いでお父様のご遺体と過ごしていたのかというところですけれども、お父様がお亡くなりになられたことですごいショックで、お父様への愛が溢れていて、ご遺体を処分しようにもできなかったという可能性もあります。でもずっと家にいられるわけじゃないですからね。夜中しか帰ってきてないから。うちは出入りがわかる防犯カメラがあるんでね、そのカメラの動画を見たいって警察の方が来ました。本人は家に2週間ぶりに帰ったってことなんですけど、本当に2週間ぶりなのかどうかっていうところを確認作業してたみたいです。2週間の中で何回も出入りしているのが確認されたから、その時点で死体遺棄やってことになったみたいです。なるほど、こういうことが起きないようにって何回もね、息子の方にはちゃんとしたりやっていろいろ声はかけてたんです。にもかかわらずこういうことがあったから残念な気持ちが大きいですね。こちらでお食事食べてたんですよね。まあ、この小さいテーブルの上でですね、親子2人でもしかするとお食事されていたのかもしれないです。おそらくですけれども排泄物かと思われます。まあ、ちょっと衛生的にもあまりよろしくない環境ではあるかなと思います。セルフネグレクトの側面も伺えるかと思います。やっぱりこうゴミに囲まれて生活していると精神衛生も悪くなるので、まともな判断ができなくなったりすることが多いです。わあ、すごいな、これはすごいな。まあ、見てみるとこうタオルとか雑巾とか布系がすごい敷き詰められているんですね。まあ、トイレットペーパーを買うお金がなかったのか、まあ、買いに行くのすら面倒くさかったのか。もう年金しかないでしょうね。家賃の入金がお父さんの年金月、偶数月かな、2ヶ月分をその月の支払い日に払いに来てたのね。10年くらい前から住んでますね。入居する前に確か聞いたんですけど、その今働いてるところからなんか寮費みたいなことでいっぱい給料から引かれてるって言ってましてね、いろいろと天引きとかいっぱいされるから部屋探してるって言って、それで父親と住みたいってことで。運送系の仕事をね、昔はお父さんと2人でその会社に勤めに行ってましたね。それこそ朝から晩までずっと任されてやってたみたいで、お金も会社に借りてとか言ってたんで、だから本当にお金はなかったんだと思います。ただずっと朝から晩まで働いて、そのお給料を何に使ってたかは不思議ですけどね。あー、すっごい。何ですか？クワガタ昆虫。全部死んじゃってます。パラワンオオヒラとめちゃくちゃ大きいですね。いろんな種類が。そうですね、カブトムシとかクワガタですね。購入した価格とかも書いてるんですけれども、もう1匹2万4000円とかすごい金額の昆虫がたくさん置いてあります。昆虫集めるのが好きだったのかなと思います。まあ、残念ながら全て生き残られてはおりません。もう全て保護されたりとかっていうのは虫だとされないんですか？そうですね、虫はちょっとむず保護されないでしょうね。事件現場のご依頼って結構あるんですか？そうですね、ここ数年かなり増えてきております。
まあ、よく全国ニュースになるような人がお亡くなりになっている殺人現場、まあ、今回のような遺体遺棄現場であったりとか、まあ、火災で人がお亡くなりになった現場ですね。だいたい関西地方は関西クリーンサービスがほぼほぼ受け負ってるような体感はしますね。完全音符サーフ文法第25二次無人人防作即住座機変弾右肩合唱鉱物二三全音清掃完全音。今回は観音経というお経を唱えさせていただきました。これによってお亡くなりになられたご入居者様ですね、無事極楽浄土へ成仏されるかと思います。では早速ですけれども、こちらのお部屋の清掃も全てさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。本当に好きだったんですね、カブトムシとかクワガタが。全部死んじゃってる。まあ、事件当時はこのクワガタとかカブトムシとかも生きていたのかもしれないですね。まあ、捕まったことによってお世話する人が、飼い主が誰もいなくなっちゃうので、餌もなければ水もなければ、こうやって絶命していったのかもしれないです。まあ、飼い主の方からすると相当ショックだと思います。ティラタクワガタ18,000円、これ1匹で18,000円ですからね。高額ですね。まあ、かなり大きいですね。こんなの見たことないですけどね、相当、まあ、大クワガタみたいな、めちゃくちゃでかいですよ。に通った現場というと、まあ、お二方でお住まいだったんですけれども、まあ、同時に2人分の遺体が見つかった現場だったんですけれども、まあ、奥様の方をご主人様がすごい、いわゆる老老介護というか、まあ、どちらも高齢者の方だったんですけれども、まあ、生涯共にした奥様が目の前でお亡くなりになられて、ご主人様がもうご遺体と共に生活されていて、かといってもショックでご飯も食べれずに最後餓死していたという現場はありました。まあ、この今回の現場とよく似通っていて、もし片方が、ね、パートナーが生きていたら、もちろんそのご主人様も死体遺棄で逮捕されていたでしょうし、まあ、特に罪の意識はなく、本当にパートナーの方をその遺体までも離したくないぐらい愛されていたという現場はございます。
完了しておりますので、お願いします。わあ、すごい綺麗。全然尿ももうないですね。そうですね、もう体液も全て拭い取っております。もう残置物も、まあ、全てもう撤去して。あります。この度は。大変な。ではこちらこそいろいろお世話になりました。ありがとうございました。まあ、こうしてね、綺麗にはしてくださったんですけど、やっぱり事故物件っていうことになってしまうんですかね。そうですね、いわゆる一般的に言うと、まあ、事故物件っていう扱いになってしまいます、まあ、いわゆる事件があった物件っていうのは、まあ、事故物件の中でもなかなかちょっと取り扱いが困難な物件の部類には入ってくるかと思われます。賃貸でしたら3年の告知義務、3年間の告知義務ですね、発生します。もう売買でしたら飼い主様にはお伝えした方が OK です。そうなんですね。100万、200万、300万とそうね、まあちょっと頭痛いです。何から何までここまで綺麗にしていただいて、いやもうこんなに綺麗になると思ってなかったものですからね、まあ、当然素人が掃除したんではここまでのことにはならなかったでしょうし、本当に感謝しています。ありがとうございます。本当にね、清掃会社の方だっていうことで、まさかそんなね、亡くなった方の供養までしていただけるなんて思ってもいなかったので、人間味あふれる皆さんでお願いしてよかったなと思ってますし、亡くなられた方もね、ちゃんと成仏されたんじゃないかなと思ってます。もうね、二度とこんなことはあってほしくないんですけれども、また何かご縁がありましたらその時はぜひお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。お世話になりました。こういった現場に来てですね、孤立化の問題は強く感じますが、まあ、特に8050問題であったり、老老介護の問題、あとはセルフネグレクトの問題など、根本的に解決していかないといけないなと強く感じております。偉そうに聞こえてしまうと大変恐縮ではございますが、こちらの動画をご覧になられた視聴者の皆様には、何か一つでも小さなことでも何かの気づきになっていただければいいなと思い、この動画を配信しております。どうかご理解いただきまして、チャンネル登録いただければ我々にとっても大変力強い励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。